moments are the important moments that connect us. 杞憂な声や。皆さんこんばんは。12月5日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。もうやっぱりね、名古屋もですね、朝晩冷えてですね、もう、ちょっとね、今日は鼻水が出てきちゃって、体調はいいんですけども、ただ鼻水がたらーって垂れてるのがね、皆様に分かると恥ずかしいんですけど、ね、今日も頑張ります。滑り王子でございます。はい、12月になって本当に師走ということで、先生も走ると書きますけれども、いや全然関係ない、先生でも何でもない私もなんかパタパタして走り回っています。味噌煮込みスキーと、です実はですね、先週の土曜日なんですけども、長距離のドライブをしまして、実はですね、旧名古屋に、新しいカラーレーザープリンターを入れました。でそのカラーレーザープリンターを、中古で買ったんですが、取りに行くために片道290キロをかけて取りに行きまして、それが体しんどくなったんか知らないですけど、昨日はちょっと風がひどかったダンサーズでございます。はい、あのプリンター、先週なんかダンサーズさんが大きく動いたってなんかあったんですけれども、あれ本当に本番中にプリンター壊れましてですね、さすがのダンサーズ、あのミキサー触ってるダンサーズさえ動かしてしまったという、ね、事態が起きまして、でも新しい機械が来ましたけれどもね、さすがに新品を買うお金はないので、中古の、ね、やつを、はい、しかも、ずいぶん遠いところまで取りに行きました ね、はい、あのいいものが手に入りましたね、それね、言いたいんですけども、はい、老眼の人のためにこのプリンターを買ったんですよ。そう老眼の人、あのメールだってパソコンで紹介できるもの、はい、あの、画面を見ながら読めるんですけど、はい、あの固くなに老眼鏡を買わないこのね、クソ王子のためにですね、クソって言わない、ただしかもですね、あれなんですよ、あらかじめ漢字に読み仮名を振りたいらしいので、はい、もうプリントアウトするしかないというね。まあそうですね、あの皆様ありがとうございます。あのシュプリームさんがいきなりポンコツの王子を新品に変えましょうっていう、あ、いいですね、なんか最初からすごいね。それはあの肉体改造ってこと、お黙り。はい、こんな3人がお届けします、はい、今夜のテーマは新品。今夜のテーマはぴったり新品です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。本日電話ゲストコーナーがあります。岐阜県大垣市にありますウィーンミュージックアカデミー代表でソプラノ歌手ピアニストの大熊圭さんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー新品のお話します。あれちょっと喋っちゃった。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、
お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田おやつと軽食の店夢や、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。メールご紹介します。王子みそさん、ダンサーさん、こんにちは。12月からもアンツバです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。家電は新品買いますね。知り合いからもらった家電は使いますが、リサイクル店もきれいにしてから販売してるとは思いますが、誰が使ったかわからない家電は使いたくないですね。ただ農業機械や車とかは新品だとめっちゃ値段高くて、新品の19馬力小型トラクターで約250万円ぐらいしますが、新古車で高くても200万円から150万円なんで中古を選びますね。王子なら120馬力のトラクター約1000万なら現金一括で買えるかな。あの王子はですね、あの王子王国のお金で使ってね、あの、販売店まで持っていくとね、あ、この子ども銀行のお金は使えませんよって、多分そんな風に言われちゃうと思いますんで。あの王子銀行のお金持ってくとね、うん、あの多分そんなようなあの紙幣なもんですから、うん、これは使えませんねって大体言われちゃう、うん、あの独自の通貨が流通してるね。そうなんです、そうなんです。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついきますか。じゃあもう、ま、次ですね。じゃあ、はい、CM の後はゲストコーナーでお願いします。はい、はい、キユナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。
オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は一人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐっしゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010 ぐっしゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。電話ゲストのコーナーです。本日は、ウィーンアカデミーミュージックアカデミーの、代表でございます大熊圭さんになります。こんばんは。こんばんは。どうもどうも、いろいろお世話になっております。はい、こちらこそいつもありがとうございます。いつもお世話になっております。では大熊さん、まずですね、自己紹介をお願いしてもよろしかったでしょうか。はい、はい、紹介と言いますと何から言いましょうみたいな。はい、まずご自身が今されていらっしゃることとかですね、もう最初に、はい、プロフィールとしてお話しいただけますでしょうか。はい、はい、私ですね、実は岐阜の方でオペラ歌手をしておりまして、またピアニストもしております。そしてですね、なぜかパーソナリティ、ラジオパーソナリティ一部の方もさせていただいております大熊圭でございます。ありがとうございます。はい、私まあ、もう一人うちの、パーソナリティもいるんですけども、まあ、そちらの方で、はい、某岐阜県にあります岐阜ちゃんという某局ですけども、そちらのムスビーズムという某番組で、はいはい、大変お世話になっております。はい、こちらこそいつもお世話になっててありがとうございます。はい、オフ会の方にも私2回お邪魔させていただきまして。そうですね、はい、はい、ケイさん、はい、はい、いつもお話しさせていただいて、楽しいお話をありがとうございます。ありがとうございます。いや本当ですね、私今 CD お聞かせさせていただきまして、はい、ありがとうございます。優雅な感じとですね、はい、本当にオフトークは全く違うなと。はい、はい、実はですね、はい、演奏会の時もですね、はい、結構喋るんですよ私。ああ、そうなんですか。はい、はい、なので喋る時と歌う時のギャップにいつもびっくりされるんですけど。いやそれがいいんじゃないですか。
もうあのとりあえずそのオペラとかって結構敷居が高いイメージがあるじゃないですか。はい、はい、なので、ね、あまりそのまあ芸術性高い芸術性っていうのはやっぱりそのまま持っていきたいんですけど、はい、でもやっぱり皆さんが分かるようにしたいっていうのがすごくあって、あ、はいはい、なのであのもう何時間とかかるオペラを数分で喋り終えたいぐらいなんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい、なので分かりやすく説明をして、はい、それから歌うっていうことが多いんですね。ああ、そうなんですか。いや、はい、で今回そ、まあ、演奏家そうさせていただくんですが、はい、いや本当は、はい、本当ですね、そういう本当に解説がないとですね、僕らは正直今これあのお歌になってるのってこれフランス語ですよね。そうです、はい、この曲はフランス語の、はいはい、あのマシナという作曲家が作ってるんですけど、はい、結構激しいんですが、あのタイスというオペラになります。ああ、そうなんですか。はい、あの、まあ、この歌ってる曲がですね結構あの、はい、カイースという美しい女性がいるんですけど、その女性がですね、はいはい、鏡を見ながら、あ、私はだんだん年を取っていく、そんなの、そんなの信じられないみたいなことを今言ってるんで、結構激しいんですよ。ああ、そうなんですか。そうなんです。あれですか、あの、いわゆるあのロミオとジュリエットの、あの片方が喋ってるような感じですか。はい、とね、まあ、まあ、あの自分の中の、タイースともう一人の年老いていくタイースが語ってるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。そうすると、途中で神様どうかお願いだから私をもっと美しいままでさせてっていう感じなんです。あら、本当にそうやって翻訳していただくと分かるんですけども、私あのフランス語だとですね、何でしょう、なんか、音を奏でてるような感じにしか聞こえなかったものですから。そうですよね。うん、もうこれ何なんだろうっていう感じになってしまうので、やっぱりこう説明を聞いてから聞くと分かりやすいので。うん、ああ、そうなんですね。ではい、まあ、あの私もですねこのフランス語もなかなかちょっとあの分からなくてですね、その、ええ、まあ、あの今隣にいるあの パーソナリティにですね、これフランス語、はい、それともドイツ語、何語っていうことを聞きながらあの CD を聞いてた、はい、あのものに変わります。あ、ご無沙汰します、ケイさん、ミソニコミスキーでございます。はい、ご無沙汰してます。ご無沙汰でもないかな、この間もありがとうございました。ありがとうございます。あのギフちゃんで、はい、あの、はい、今回に参加させていただきまして、はい、あの この時は本当に某じゃない一リスナーとして参加させていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうですね、 CD なんですけれども、あの早速で、はい、あのじっくり聞かせていただきまして、あの、ありがとうございます。実はオペラというものに全く無縁な私でございまして本当にあの K さんとの出会いがなければおそらく私は一生オペラに触れることなくっていう感じだったんですけれども、こうやって、まあ、ラジオを通じてこのオペラが身近に感じられるっていうのが本当になんかこうラジオのご縁って素晴らしいなって本当に思います。はい、私もそうおっしゃっていただけると本当に嬉しいです。ラジオやってよかったなと思います。本当ですよね。なかなかやっぱりオペラっていうのは敷居が高いイメージがやっぱりありまして。そうですよね、普通の人が言ったらなんか、え、何も知らないのっていう感じで言われちゃうイメージがあるので、うんうん、なかなかこう、うん、知らない人がこう踏み入れるのって本当に勇気がいると言いますかね。そうですね。ですけれども、なんかこうやって K さんがこう、ね、あの番組の中でもなんかアフロディーテ様という、ね、あのキャラクターに扮してあのさせていただいているのがまたねこう親しみが持てると言いますかね。ありがとうございます。そして CD なんですけれども、はい、あのファムファタール、そうです、そうです、はい、フランス語でございますね。はい、完全なフランス語です。ファンファタール、運命の人っていう意味もあるんですが、あの悪女という意味もあります。そうなんですね。はい、そう、やっぱりこの歌詞はやっぱりフランス語ですからなかなかこう伝わらないなって思うんですけれども、そうですよね、やはりこのね、あの素敵なこう声量ですとかこの滑らかさでね、なんかこう響くものがありまして、でこの歌詞がね、はい、あの CD の方に歌詞が書いてありますけれども、はい、なかなか歌詞が情熱的なんですね。そうなんです、あの意外とねオペラのものって、はい、全て歌詞は結構情熱的なんですよ ね。なんかあすごい、なんかこんな感じに情熱的に歌、ね、あの内容なんだなっていうのもこう初めてこう歌詞で、はい、あの知るんですけれども、あの、はい、実際にですねやはり CD もいいんですけれども、やっぱり実際にね、こうね、
リサイタルで聴けたらいいななんて思ったんですが、リサイタルがあるんですよね、はい、そうなんですよ、もう間近にあるんですが、はい、今度12月の16日土曜日ですね、はいはい、土曜日の2時開演で、はい、これは岐阜県なんですけれども、岐阜県の大垣市のスイートピアセンターにて、はい、リサイタルを行わせていただきます。おもう、はい、次あ再来週じゃあ来週じゃない 次の土曜日ですね、16日ですね、はい、はい、そうなんですよ、スイートピアセンター音楽堂ですね。そうです、まあ、大垣という駅が、大垣駅があるんですが、そちらからすぐなので、はい、分かりやすいかなと思います。まあ、大垣市でやっとね歌えるようになりましたという感じなんですけれどもね、なかなかね、しばらくこうね、こうリサイタルができないね日々が続いていましたから ね、ようやくなんかこう、うんうん、ホールでねできるということで、はい、やっとね、私の地元でもありますので、地元でやっと歌えるなという感じなんですけれども、はい、そうですね、はい、ね、大垣の方で主に活躍されていらっしゃるので、ね、ただ ね、やっぱり全国ねこうリサイタルね、やはり行かれたりするんですよね。そうですね、結構都内はまあちょこちょこいますし、はい、結構遠いところだと鳥取行ったりとかそうなんですね、してましたね、はい、今ツイキャスでですね、はい、FMJG 新一さんという方、沖縄なんですけれども、演奏会行きたい、はい、楽しそうってコメントいただいております。あ、ぜひぜひもうぜひ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 、いや私実は逆に沖縄大好きなんで行きたくてしょうがないですよあ、そうですか、ねえ、なんか沖縄でこうリサイタルができる時がね、チャンスがあったらいいななんて思いますけど ね、うん、ぜひそちらでも歌わせていただきたいです。もう本当沖縄行きたいんですよなるほどそうなんですよ、ね、はい、リサイタルはね、もちろんKさんがこうソプラノ歌手として歌われて、ピアノの演奏は、はい、はいはい、黒岩遥くんと、まあ黒岩遥さんはですね、はい、まあ、すごく仲がいいんでいつも遥くんって呼んでるんですけど、はるかくん、はい、はい、はい、周りの人たちはすごくなんか普通に遥くんって呼んでますが、結構迎賓館で演奏をしたりとかですね、世界中で演奏してるピアニストのソリストなんですね。なので伴奏者という位置づけではなくて、ピアニスト、本当にソリストとして活躍してらっしゃる、はい、素晴らしい方なんですなるほど、すごいですね、はい、ちょっと興味を持たれた方がもしチケットを購入 したいという場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。あ、はい、ですね、お電話いただけましたら当日会場の方に、はい、お取り置きさせていただきますし、当日券もございますので、はい、はい、はい、なんとでも、はい、実はですね、お電話いただきますと私に直接つながるという電話でございます。直接、はい、Kさんにつながってしまう電話番号、じゃあ、はい、そんな電話番号でございますので、はい、はいはい、では電話番号、実は2つにもあるんですが、ですか、一番つながりやすい電話の方をお伝えしたいと思います、はい、お願いしますはい、090-4921-9980、はい、はい、090-4921-9980番で、はい、そちらの方にお電話いただけましたら、お取り置きさせていただきます。はい、このまま私が、はい、いらっしゃいませと出ますので。なるほど、チケットの、ね、料金を教えていただけますでしょうか。はい、一般の方は当日も、はい、変わらず3000円ということになっておりまして、はい、それでですね、私これいつもずっとこうしてるんですが、はい、未就学児はダメという演奏会が結構あるんですけれども、はい、こちら母子室というのがあるのもありまして、はい、未就学児も入っていいということになっております。それで入っていただくお子さん、まあ、あと学生さんっていうのは皆さん1000円という形にしているんですけれども、はい、なんと1000円なんですか。はい、そうなんです。学生さん以下はもう皆さん1000円ということで、はい、それは大学生でも1000円なんですか。そうなんです、大学院生でも、はい、すごい、学生さんに優しいですね。学生でも学生さんは、はい、そうなんです。やっぱり自分も子供がいますので、はい、小さい頃からいい音楽に触れてほしいっていうのがあって、そうですよね、はい、なので未就学児さんも OK というふうにしてますので、まあ、皆さんお互いね支え合いながら聞きましょうという、ね、子育てママさんにも優しい、ね、子育てパパさんにも優しいですね、
はい、そうなんです。ぜひぜひお子さんにもお聞きいただきたいなと、ね、小さい頃から音楽ね、聞くことって本当に大切ですからね。そうですね、やっぱり生の音楽に触れるって全然違いますから、ね、うん、そうですよね、はい、あとは ね、まあ、音はね、やっぱりあのこうね、お金がないっていうね、あの学生さんにも優しいという。そうです、もうできる限りやっぱり皆さんに聞いていただきたいですから、はい、はい、で音ってやっぱりあの空気の振動から来るものなので、うん、生で聞くって全然違うんですよ。あ、そうでしょうね。なんか実際にこう CD で聞いてもなんかすごい迫力を感じるので、もう本当に実際に聞いたらなんか何百枚もすごいんじゃないかなって思いますけど。そうなんです、やっぱり生で聞くと体でその振動を感じるので、はい、あの体感ってだいぶ違うと思いますね。あ、なるほど。あの今ツイキャスでですね、はい、安さやかさん、はい、コンビニ社労士の安さやかさんですけれども、行きやすいお値段ということでね。あ、はい、ありがとうございます。ね、あの良心的な できるだけあの、はい、リーズナブルにしております、はい、あとですね、あの、はい、まず大垣の場所がわからない方もいらっしゃると思いますけども、はい、名古屋駅から、大垣駅があるんですけども、はい、だいたい電車でですね、32分かそれぐらい、30分ちょっとで、はい、あの行けますので、はい、そうです、あの名古屋まで来ていただければ、はい、名古屋からあの JR の東海道線ですね、東海道線に乗っていただいて、はい、あのまあ、関ヶ原米原方面の方に行く電車なんですが、はい、大体大垣止まりも多いですので、はい、まあ、そちらの方面に来ていただいて大垣駅まで32分になります。はい、はい、本当にあの名古屋からもですね、アクセスはしやすい場所かと思いますので、うん、そうですね、1本でもつけちゃいますので、はい、意外となんか来てみたら近かったっていう方が多いです。はい、本当に車より早く行けますのでぜひで、ね、そうですね、はい、そう思います。車の3分の1ぐらいじゃないかな。はい、 JR でご利用いただければと思います。そしてですね、はい、ちょっとあの、はい、大熊さんはちょっとご存知ないかと思いますけど、もう一人ですね、あのパーソナリティがいるんですけども、はい、この男ですね、すいません、あのあらかじめ申し上げますけど、セクハラ激しいです。あ、全然大丈夫です。、はい、こんばんは、あのお初でございます、滑り王子でございます、大熊でございます、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。あのね、はい、というよりかもう時間がですね、私の時間がね、はい、もうそぎ取られてですね、あれもうあともう何十秒しかないっていうね。何というどういうことっていうね、あの全然ね、あの喋らせてくれないんですね、ゲストの方がね、いらっしゃるときは。でも、あれま、うん、一つねお伝えしたいことがねございましてね、はい、この大熊さんとですね、こう私ね、はい、ちょっとね相通ずるとこがあるんですね。こう、うん、というのはですね、私ね、はい、最後のトークをですね、いつもね、はい、クラシカルで ね、はい、アートスティックなね、そういうイメージでねトークをしてるんです。おね、あ、うん、はい、だから大熊さんの歌を、ね、歌われてるそういうイメージと多分ね、はい、一緒じゃないかなと思ってですね。おだまり、それは素敵。おだまり、ね、それ心がけてるんですよ。だけどもあの皆様からの、反響が全然違うっていう、なんかセクハラはしないですけども、はい、うん、あの至ってこう真面目にですね、きっちりかっちりおしゃべりしてるんですけども、全然違うことをしゃべってるっていうのは言われるんですけども、おだまり、まあのそれは私もそうだと思います。ね、こうにじみ出るようなあれですもんね、こうトークですもんね、はい、もう、はい、うん、もう溢れ出ちゃうんで、アフロディーテですから。ですよね。アフロディーテ様ですからね。はい、だからね、本当にね、まだあの本当から言うと、あの私とのこうねトークはね、あと25分ぐらいはね、あの続けることができるんですけども、はい、もう終わりです。もう終わりです。でしょ、すごく早いでしょ。まだね、聞きたいこといっぱいあったんです。あるの？あります、あります。あのソプラノと、申しますと、あれキーが高いっていうか声が高いっていうことですよ。そうですね、高い方です、ね、ただね私結構広いんでね、うん、アルトも出ちゃいますし、はい、あ、そうですか、バスまで出ますよ。で、ね、王子ね、やっぱりね、こうボイストレーニングをねちょっとしたくて、こう高い声なんかを出したいなって思う時があるんですけども、はいはい、なんかね、なんかねそんな秘訣がねあると教えていただきたいなと思ったんですけども。ですね、基本的に歌というのは息の芸術ですので、はい、息を吐くということ、息を吸って吐くということを、はいはい、あの意識することが大事です。はい、これでもあれですね、はい、あのお腹からこう出すような感じ。あ、まあ、お腹からっていうのはお腹に、はい、あの、肺はないのでお腹に息は入らないんですが、はい、お腹を意識することによって横隔膜が開くってことですね。はい、
あ、これでもしかしたら王子もまたね、一段とカラオケ上手になっちゃうかもしれないですね。王子、うん、あの上の方から全部あの天から降り注ぐ声のようにあの歌っていただけるといいと思います。いいですね。ちょっとそういうような、はい、心がけてね、あの歌っちゃいますよ、はい、お黙り。あのいろいろこれポン出し出るでしょ私のね、トークの時に。これいいですね。本当にね、もういろいろお話したいのにね、もう時間ですよ、もうねえ、もうなんだか。お引き取りください。はい、ということでですね、あのね、あのこうスイートピアセンター音楽堂で12月16日土曜日、はい、サロマンティックオペラ、大隈圭さんのソプラノリサイタルでございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ザ・ロマンティックオペラですね。失礼いたしました。そうです。はい、ザ・ロマンティックオペラでございます。ザ・ロマンティックオペラ、大隈圭さんのソプラノリサイタルでございます。12月16日土曜日、はい、会場13時半、開演14時からです。はい、お問い合わせは、090-4921-9980 番。はい、直接の大隈圭さんにつながります。はい、特典です。あの大隈圭さんの特典になりますね。特典ですね。はい、はい、王子電話しちゃおうかな。ドキドキしちゃう。はい、お電話ください。王子、あの申し込み以外の電話しないでくださいね。あ、そういうことね。それはい、あの思い込みをお持ちしております。はい、すいません、こんな乱れたトークをしました。申し訳ございませんでした。いえいえいえ、そんなもうあの楽しいお時間でございます。ありがとうございました。すいません、あの、はい、お時間となりました。というよりだいぶオーバーしちゃいましたけど、はいはい、すいません、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆様よろしくお願いいたします。はい、本日はあの、電話ゲストは大隈圭さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございました。なんかあのコメントがすごいんですけど、あの K さんと王子の絡みの時のなんか私たちが話してる時全然コメントなかったのに、はい、急になんか王子が話し出したら急にみんなが突っ込み入れてるのが本当に面白くて、いや、うん、本当ね、うん、やっぱりなと思いました、ね、なんで、うん、今日なんか全然時間なかったよ。いやだってびっくりしたもん。大事な告知もお話もありますからね。余計なことは、ね、そうそうそう、やっぱりしかもオペラのこと聞きたいじゃないですか。まあ、ね、まあね、そうですよね、うん、だから王子もねちゃんといろいろこう聞きたいなと思って。あ、でもいい質問しましたね、はい、でしょ。だからここからどん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 こうね、うん、いや、ここからどんどんはいらないけど、どんどんいらないの。いや、ここからどんどんするとまたセクハラになるでしょ。セクハラじゃないって、どんどんこう、うん、エンジンかかってきて、こういろいろこうね、お話聞きたいなと思ったんですけども。FM ジャジーのしんさんがあのめっちゃ残念そうな王子の顔って。残念そうな顔してたんだね。だってね、あの、うん、ずっと待ち構えてたもん、うん、あのペーターさんが直に電話したらチケット10枚ね、かっこ代金って感じ。そう、だから電話したければ、そう、電話チケット買えばいいんですよ。違う話しちゃってはダメなんだね。あの別にね、いいのいいの、違う話してもいいんだけど、うん、行かなくてもいいからチケットを買ったり。あ、そういう意味の。いやでも違うよ、ちゃんとリサイタルの申し込みをしなきゃだね。そういう電話だったのね。そうよ、あのただただ闇雲に電話番号教えたんじゃないですよ。本当にもう、ね、あの滑り王子ですって言ったらね、切られちゃいる人です。あ、やばい人から電話かかってきたら切られちゃうね。ね、ここから本当に25分ぐらい喋られたら困るなって。本当に困るでしょうね。ね、はい、メールご紹介します。はい、お願いします。あら、またあれですね。ちょっと最後の質問が困りましたけどね。はい、ダンサーさん、みそさん、バサステイコゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。どこかに RX7、FD3S か、トレノ AE86 の新品がないですかね。トレノは学生時代に乗っていたので、まあよしとしても、ロータリーエンジンは一度も乗ったことがないので、人生最後の1台として新品の RX7 に乗ってみたいですね。
ちなみに王子は奥さんを新品に変えようなんて思ったことないですよね。疲れまくった白菜の漬物のようなブルの女房でもいいですもんね。そりゃあなた、新品に越したことはないですよね。だからね、そのね、あの古女房が30年前ぐらいに遡ってほしいなっていう、うん、であの新しい方っていう意味じゃございませんよ。地獄を見るわよ。30年前に戻ってほしいって、そうそうそう、それぐらいね、あの戻っていただかないと。もう王子も30年前に戻ってよ、じゃあ。ちゃんとチャラいよ、30年前に戻ったら。あ、そうだ、チャラかったんだった。チャラいよ、チャラいのよね。本当にですね、はい、その30年ぐらい前にもうまだ、はい、あの本当のこうポラロイドカメラで撮ったような写真、うん、こう映像ね、こう焼いた写真見たんですけども、出てきたもんですから、はい、めちゃくちゃチャラかったもんね、自分で見て。チャラいね、うん、こんな風だったんだっていうのをね、思い出しましたよ。出会った頃本当に王子チャラかったよ。ね、だって20代ですもん。ねえ、もうブイブイ言わしてましたからね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。あの追加して K さんから、今日はありがとうございましたって、ありがとうございました。あ、やだ、ハートマーク。ハートマーク、ドキドキしちゃった。そこに反応しないでちょうだい。もうね、女性の方からね、そうやってね、うん、ハートマークいただくとね、もうドキドキしちゃうんだから。ね、あ、王子のお电話もお待ちしてますって。あら電話してもいいの？違う、だからリサイタルの申し込みですよ。そういうことね。そうよ、もう、ね、ちょっと誤解しないでちょうだい。25分喋っちゃダメなんだね。そうよ、いや25分喋ってもいいかもしれないけど、ちゃんとリサイタルのチケットを予約してね。だからチケットで30枚ぐらい買ったの。あ、そうそうそういうことね。あの王子もステージに立てるかなと思っちゃって。もうちん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 やめなさいよ。今日なんかベルもなんか濁ってる音が。そうそう、どういうことかな、これ。こっちで鳴らしますか。もう今日はそれが多いんだから、ね、はい、ほら、ちゃんとケイさん、チケットよろしくお願いしますって。そういうことですね。じゃあ、ね、あの私がステージに立った場合もあれですかね。あのステージ、あの皆様、ステージに立ってとは書いてないし、立たなくていいの？ないし、うん、いいの？いいよ、そうよ。ペーターさんが体も新品にしたいってちょっと意味深なことを書いてますけれども。え、そう、体を新品、ああ、ご自分のね、そういう意味でしょ、王子の体ってこと。いや、王子のことかもしれないね。あ、ペーター、ねえ、もう本当に。だってさ、ほら、ヤスさんも痛電車ダメですよ、王子って。痛電車じゃないですもん、あの真剣な電話ですから。ねえ。もうそうね、あの皆様にね、うん、言われるとですね、うん、本当に電話したわけになっちゃうからね。それセクハラです。だからセクハラじゃないって真剣なお話をします。ペーターさん3分ごとに1枚追加でって30分喋ったら10枚だよ、もう。すごいな、ね、はい、うん、じゃあメールお願いしますよ。お願いします、はい、はい、ですね、こちらはですね、はい、はい、牛の9人のバーバさんからです。はい、ありがとうございます。ございます。キュー長の皆さん、こんばんは。子供の頃は大体お下がりの服を着せられて、お正月だけは母が私の好きな服を買ってくれました。好きな服といってもそんな高価な服を選ぶことはなかったですが、下着から靴、靴下まで揃えて新年を迎えました。やっぱり新品はいいですよね。いいじゃないですか。特にあ、これ言うとまたなんか言われちゃうかな。うん、だってね、下着からですよ、うん、ね、うん、下着から、ね、靴下まで、これはもう全てが新品はね、気持ちいいですよね、うん、どうしてもあの王子、この下着っていう言葉にも目が釘付けになっちゃいますけども。そこばっかりだね。はい、じゃあメール紹介します。はい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます。こんばんは。して新品といえば、俺は言葉の達人でシンガーソングライターの岡村孝子さんの大ファンで、CD も DVD やブルーレイディスクでも新品で購入します。もちろん初回限定版で購入します。おお、すごい。旧名古屋は愛知県ですよね。愛知県民なら知ってると思いますけど、全国植樹祭 in 愛知2019大会のイメージソングになった曲ともにが俺の一番好きな曲です。ただ民放局でリクエストしてもなかなか採用されないのが現実ですけど、本当なら平成天皇皇后陛下の前で歌の披露する予定でしたが、
高子さんの白血病の闘病生活に入ったために断念することになり残念でした。ところでお三方は岡村高子さんの曲ともにはもちろん知ってますよね。ええドキ、あの松は知ってるよ。うん、でもともには知らないね。ともには知らない、ね、ちゃんとね、なんか聞いたことは、あでもき、あ聞けばわかると思う、うん、聞けばわかるのかな、うん、そういうのをやってたっていうのは、うんうん、あ、うんうん、歌詞をね、うん、つけてくださったんですけれど、あなんかもしかしたら聞いたことはあるかもしれないです、うん、でもね、うん、あの岡村隆子さん、ね、あ植樹祭の、ね、写真も ね、うん、ね、岡村隆子さんね、もう、うん、愛知県出身、そう岡崎出身なんですよ ね、 岡崎ですね、うん、で、杉山学園、はいはい、ああ、うん、でプロフィール見たんですよ、杉山学園プロフィール見たのね、なんですよ、うん、だから名古屋に通ってたんですよ、そうですよ、うん、そう、あのね、あのヒット曲もねたくさんねございますもん ね、 ね、そうそうそう、うん、そうそうそう、あの岡村隆子さんとしてね、うん、そういっぱいいい曲ありますよ、そうですよね、うん、でもねやっぱりイメージはね、うん、あのやっぱ最初のこのアミンの時のね、うん、イメージが強いですね、王子の場合はですね、うん、ね、うん、え、いや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 、岡村隆子さんとしての、うん、このソロの活動のね、はいはい、もう結構ありましたよね、うん、ありますね、ね、はい、そして、あ、うん、名古屋は栄養コーナーの時間になりましたけれども、いきますか、うん、はい、はい、はい、じゃこのままお願いします、はい、BG はこのままいきます、え、BG このままですか、はい、このままです、はい、名古屋は栄養コーナーです、はい、はい、はい、今日のテーマ新品ですけれども、うん、ね、もうごめんなさい、オープニングの時に喋っちゃいましたけれどもね、うん、プリンターを新しくしました、そうですね、はい、ね、うん、王子もこれでメールがしっかり読めますね、なんか心なしかね字がね濃くなってる気がしませんか、そうなの、そうなの、うん、ね、なんか見やすくなってますね、うん、そのモノクロのやつはね今までのプリンターなんですよ、うん、あ、はいはいはい、で、Q シートが新しいプリンターです、いや本当に王子のためにプリンターをありがとうございます、うん、いや本当ねもったいないんですよね紙で出すの、いやでもね残念ながらまたねこれで旧名古屋苦しくなりましたね、苦しくなった、そうよ、苦しくなりましたよ、いやあの、はい、違うんですよ、うん、FM 宜野湾でやで、やね、こう各局やってると思いますけれども、旧名古屋どうしてもねサテライトスタジオなんで、はい、何から何まで機材を揃えなきゃならないんですよね、そうです ね、 ね、はい、でもねこのね、こう紙で出てくるこの、メールがですねレトロっぽくてね非常にいいですよね、王子もこう見やすくて、見やすいんですけど、ただ漢字が難しいのがね、いや読みづらいっていう、あ漢字は、あ、それ違う、漢字はね自分で何とかしてくださいよ、だからね、王子のねこの脳みそをね、新しい新品に変えてみたいわ、んだから今のこう古い、ね、脳みそから新しい脳みそになると、うん、でいろんなことがもっとこう、明白になってですね、うんうん、だったらそれだったらですよ、もうそうした場合だったらもう絶対滑らないようになりますよね、え、だから滑ってはないですからね、新品に入れ替えてもね、旧型だろうが、ね、滑りはございませんので、で王子、はい、新品に最近変えたものってありますか、新品ですか、はい、新品に変えたものですね、はい、新品に変えたもの、新品ね、ちょっと待ってくださいね、新品ダンサーズは何かありますか、私ですか、はい、新品にしたもの何がありましたっけ、最近新品にしたもの、そうですね、あれはもう1年経つと新品じゃないですよ、うんうん、え、何でした、まあ、スマホですね、あ、そうでしたね、あれは1年経ちましたね、うん、でもやっぱり新品って、うん、だとやっぱり本当の新品って意味ですよね、うん、で型落ちではないってことですよね、そうですね、そうですね、うん、まあ別に型落ちでも、ね、新品の状態だったら新品ですけどね、うん、そこら辺の未開封の状態で、うんうんうん、ギネスさんが機材は全部王子の脳みそとまとめてチェンジでって、あ、王子の脳みそもまとめてチェンジなのね、あ、いやすいませんちょっと一緒にしたくないんですけどということでね、はい、名古屋は栄養コーナー、うん、え、これ名古屋栄養になってる、いや栄養良くないんですけど、うん、コーナーとしてはね、うん、まあまあまあ旧名古屋のスタジオのリンダーが新しくなったっていう、ただそれだけの話なんです、そうですね、はい、ということでした、はい、はい、いいですか、はい、じゃあ引き続きメール、はい、引き続きメールします、はい、
あ、でもヤンポーさんがね新品、はい、ね最近スマホを落として壊して、はい、新品に無償で買えた。あ、無償で買えたんだ、すごい。あ、なんか保険か、保険を入ってたんですかね。ね、ね、カープボーイさんがそういえば最近 iPhone の SE の新しいやつで機種変更したよ。下取りが8000円ぐらいしかなかったから古いものでも Wi-Fi あれば使えるっていうから持って帰ってきて今2台使ってるよって。あ、そうですね、それは賢い使い方ですよね。はい、ということでじゃあメール紹介します、はい、というかね、はい、この今のツイキャスのコメント結構あれですね、あの王子の脳みそも交換してっていうのが多いですね、はい、あ、なんかね神秘の話になるとね、王子がなんか真ん中の人も交換してとかね、いろいろ書いてあるんですよね。あ、まあまあいろいろですね。はい、わ、うん、はい、かりました。はい、わかりましたって。誰か交換して。ヤンポーさんが顔を福山雅治みたいな新品にしてほしいって誰に対して言ってんだろう。あ、そういうことね、なんだろうね、うん、あ、山中さんが、はい、あの税理士の山中さんがね、あ、こんばん名古屋、こんばん名古屋って来てますよ。名古屋、なんでそんな声なの。あの一応ね、あの、愛通ずるものがあるわね、あのスポーツ税理士さんで、ね、さんでございますんで ね、 ね、うん、ちょっと声のトーンを変えてみました、うん、はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。はい、みそさん、なんさんさん、王子こんばんは、みなこです、ありがとうございます。あらもう、まあ、ちょっと今度あの介護に来てほしいですね。11月末に長野県へ行くということで、すごく寒い地域なのでリサイクルショップでダウンジャケットを購入はしたものの、実際に肌着とタートルネックシャツを重ね着してダウンジャケットを羽織ってファスナーを締めるときつかったのです。あ、はい、たくさん着込んじゃうとね、結構あれですね、キュッてなりますもんね。それで友達にその話をしたら、ワークマンプラスは女性ものもあって、しかもサイズも豊富で値段も安いよと、聞きました。そしたら外は厚手で中はモコモコした暖かい生地が使われているダウンジャケットが4000円もしなかったです。もう安いですね、うん、サイズも少し大きめのものを購入、中で実際に着ると暖かくて汗をかくくらいでした。沖縄の正月は北風が強く体感温度がすごく寒いので、初詣でもワークマンで買ったダウンジャケットを着ていこうと思っています。ワークマンありがたいよ。いや、ワークマンプラスいいんですよ、本当に、うん、あのね、その女性向けのがある、うん、結構、実は今日私、ズボンがワークマンプラスなんですけど、はい、店お見せできないわ、うんうん、あの、美奈子さんね、あの、うん、大丈夫ですよ、あの王子が後ろからギュッてしてあげるからだいぶ暖かくなりますから。お黙り。それこそセクハラでしょ。だから、介護していただける方ですよ。いや、お黙り、介護していただける方にギュッてしたらダメでしょ。あの、しがみついとかないと、あの、あの王子とかはぐれちゃうし、初詣行ったらっていうか、なんで美奈子さんと初詣行こうとしてるのよ。おかしいでしょ。いや、だから初詣で、ね、こうダウンジャケットね、あの、着て出かけるっていうことですか。いや、だから王子と一緒にとは書いてないよ。あ、そういうことね、書いてないからね。あ、書いてないですか。はい、じゃあメールいきます。名越マナーさんからです。ありがとうございます。金曜の夜中より高熱でダウンしていましたが、もう大丈夫でしょうかね。ようやく復活の兆しです。実は私は靴とバッグと時計が好き、好きなものには目がないです。なので靴は新品に限ります。そんなに上手なものは買わないですが、過去2万円以内。好きなショップが全国チェーンであり、沖縄ではパルコにあります。バッグもよく買いますよ。コーチが好きなのでコーチのいろいろかな。それと時計は収集家です。手首ってはめられるのは一つなのにって言われますけど、好きなものを見ると買いたくなりますって。たくさん持ってらっしゃるんですね、きっと。私の息子も私と同じ時計と靴の収集家、親子って似てますかね。ようやく復活の兆し、明日から年末に向かって頑張りますということです。ねえ、そう、うん、年末またね、島田さん忙しくなりますから。そうね、うん、あの時計、あの右腕左腕にあのしてらっしゃる方見たことあります？いや、ないないですよ。両腕にしてる、両腕にしてる方、あの私見たことあるんですけど、はい、どういう加減にしてるのかがわからないんですね。なんかこうあるんでしょうね。あの一個はスマートウォッチなのかな。いや、なんか普通の時計でしたけど、スーツ着てらっしゃる方で、うん、でもね、一人だけじゃないんですよ、はい、うん、
え、何人かってこと？いや、何人かでもないです。2人ぐらいは見たことあるんです。なんかあるんですかね、なんか右左、ね、うん、へぇ、なんだろう、ね、だからなんかあるんかなっていう、うん、あ、八方さんがね、両腕に時計やる人は多分サッカー日本代表の本田圭佑の影響じゃないかなって。はいはい、あ、そうですね、うんうんうん、へぇ、うんうん、そうですね、どういう意味でやってるんですか ね、うん、ね、ちょっとそれがね、わからないんですけど、はい、次のメールご紹介します。銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。現在昼夜仕事で使用している私の 4WD マニュアル車は3年前のコロナ禍が始まった3月に新品の車として購入し、10年のゲップで手に入れました。例えて言うなら相棒の車は次元大輔と言ったところで、今日現在15万1000キロ余り走行し、車に詳しい兄貴が言うには3年半余りで大型ダンプトラックみたいな走行距離と言われて、3ヶ月前の9月初めにウォルターネルター、車の重要なところで旧名称はダイナモと言いますが完全に故障し、新品の部品に取り替えて、約5万円もかかりました。かかりますよね。相棒だけに今まで乗った車よりも気を使って10年以上は維持していく考えですということでございます、うん、まあね、メンテナンスすれば、ね、車も、長く乗れるっていうふうに聞きますんで、うんうん、ね、でもいいですね、うん、でもたくさん乗ってるってことですね、これ ね、 ね、距離をたくさん乗ってるってことですね、うんうん、これでお仕事されてるってことなんでしょうか ね、 ね、うん、あ、ちょっとそのつながりじゃないですけれども、メール紹介しますね、はい、ジョージさんからです。ありがとうございま す、 います。ね、ジョージさん、ブスビーズム の、 あのギフちゃんの、ね、ラジオのリ ス、はい、リスナーさんですね、同じくね、はい、はい、王子ダンサーズさん、みそにこみすきさん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。私は今から32年前平成3年12月に買った新品のバイク川崎ゼファを今でも乗り続けております。32年前、すごい、うん、昼夜連続で工場のバイトをするなど血のにじむ思いをして買いました。途中調子が悪くなり手放すことを何回も考えましたが、なぜか思いとどまり腐れ縁のごとく乗り続けております、うん、ワンオーナーでここまで長く乗り続けているのはとても珍しいとバイク屋さんにも言われました。今も他に欲しいバイクもないのでまだまだ乗り続けるつもりですということです。あ、すごいですね。今は風邪ひいて偉いです。偉いって名古屋弁だよね、うん、風邪ひいてちょっと辛そうです、うん、なんかやっぱりちょっと季節柄ね、そうだ ね、 ね、うん、なんかちょっと流行ってますよね、やっぱりね、うん、気をつけてくださいね、はい、お大事にしてください、はい、はい、お大事にしてください、はい、ありがとうございます、うん、ね、今日もあっという間でした ね、 ねえ、もうあれじゃないですか、ね、エンディングに近づいてきちゃいましたよ、ね、ヒカルさんがみそさん、ダンサーズさん、素敵な王子こんばんはって、ありがとう、素敵な王子ですよ、あれ、これであの、ね、先ほどのね、Kさんにこう教えていただいたね、うん、こう歌い方で美声をね、うん、響かせたらもっと素敵になっちゃうかな、はい、じゃあエンディングでーす今のでエンディング来週のテーマは失敗。来週のテーマは失敗です。メール送信に失敗した、髪を切ったら想像と違っていて失敗したなど失敗エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。あれ、ヒカルさんが私も風邪ひいてる、王子看病してって、うん、
看病してあげますよ。うん、あの寄り添っちゃうけどいいのかな。いや寄り添わないです。スプリームさんが関西でも偉いは言いますよ。あ、そうなんだ。そうなんですね。関西でしんどいっていうイメージがありますけどね。ね、うん、うん、はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。はい、50秒あります。あ、50秒あります。はい、はい、あ、失敗の経験がないってヤンポさんすごいね。どういうことなんだろう。すごいね。失敗しないんですかね。はい、おお、これはあの、うん、なんかあのドラマにあったじゃないですか、あの失敗しない、はい、あのなんかありましたね。私失敗しませんから、そうそう、外科ドラマのなんかありましたね。ね、ありましたね。うん、はい、ということで、はい、閉店いきますか。はい、はい、閉店ガランガラン、また来週。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。あの K さんがすごくチンって鳴らしたいっていうのが書いてあった。あ、え、これチンっていうのはあのこれです、これです。あ、それね、あの、うん、私のトークの時に、ね、あ、そうなの、うん、ですね、あ、そうですか、あ、そうですか、あ、そうですか、何ですか。ね、なんかこの今日はちんちん長かったなと思って、多かったですよ、ね、今日いっぱい鳴らしましたね。うん、ね、ねえ、まあ退場ならないだけ良かったですね。だ今日はもう全然だ、おしゃべりしてないもん。はい、ということで、はい、はい、ということで、はい、来週も聞いてください。あ、はい、あ、埼玉の郷さんもありがとうございました。ありがとうございます。また来週です。